花剣地震は1556年1月23日に民を襲った巨大地震である。火星大地震、火星大坪大地震、先制地震などとも言う。記録上、世界で最も多くの死者を出した人類史上最悪の地震災害である。また、地震災害としてだけでなく、自然災害としても人類史上世界で最悪の犠牲者数になったと言われる。 1556年1月23日の朝、民の北部にある潜水省で巨大地震が発生した。近年の調査によると震源は潜水省の火山付近で規模はマグニチュード8.0と推定されている。特に被害が顕著だったのが、震源に近い潜水省とその東に隣接する三水省であった。伊賀流域の境界線をなす断層により、 地震が発生したとみられる。名実録という書物によると、この地震による死者は朝廷に報告されたものだけで83万人に、達し、先生省及び三聖省での人口は合計で60%ほど減少したとみられ、実際にはそれをさらに上回る死者数を出したとされる。この死者数は、世界で起きた地震の中で、記録上は史上最多である。 しかも人類史上世界で最多の犠牲者を出した自然災害でもあるとされる。この地震により川の氾濫により大洪水が発生したり大規模な火災、山崩れなどが発生したりした。当時この地域には石造りの家が多かったが倒壊した家屋の下敷きとなって多くの人々が死亡した。この地域は当時も今も ヤオトンと呼ばれる横穴式住居が多く、それらが地震に伴う液状化現象で一斉に崩壊して被害を大きくしたと考えられている。震源から840キロメートルもの広範囲にわたって破壊された。地震の発生場所が人口密集地であったことや地震が発生した時間帯は多くの住民が就寝中であったことなどもあって最悪の組み合わせとなり、 犠牲者の増加につながった。しかし、花剣地震以降、この地域の住宅の構造はそれまでより頑強になったという。にこの地震について、とある歴史資料には次のような言及がある。34年12月人民、三世、西、河南道、地震、声除来。伊南、州、朝大里、三原、川の州、東有人。ある自列潜入、中物。 ある城下久保屋、汎入地中、ある平地と生山をか、ある一日数新、ある類実新不止め。川偉大、広し、岳、南山、火星数日。中国、花県地震災害カレンダー。ヤフー天気、災害。2020年11月20日閲覧。小項目時点、世界大百科時典内研究、ブリタニカ国際大百科時典 花県地震とは、コトバンク、2019年10月17日閲覧。被害地震、w w w d b i g l o b e n e j p 2019年10月17日閲覧。北京都地震、w w w a s a h i c o m 朝日新聞社、2019年10月17日閲覧。正西プロビンスアスクエクオブ1556、 チャイナ、エンサイクロペディア・ブリタニカ、2021年4月13日、閲覧。AB、中国の地震、花県王地震では、世界最悪83万人死亡。エキサイトニュース、2019年10月17日、閲覧。大民国、西西安雰囲南大海里来河、安寺重州法等、石文、明華生37年国。ありがとうございます。